れ目、お尻の割れ目ができるだろう、うん、滑らかな肌が大好きなんですよ。その後復習するんだよね。評価は地位についてくる。アングルの、はい、ラ・グランド・オダリスクですね、はい、19世紀のフランス美術アカデミーに君臨した偉い新古典主義の画家ですよ。この女性の背中が長い気がするんですけど、うん、長いね、はい、それは何でなんでしょうか。この作品はですね、1819年の、まあ、サロンね、よく出てくるあのフランスの国の展覧会に出品されたんですけども、はいはい、その時もめちゃめちゃ叩かれたんですよ。これはあの背骨のこの椎骨、はい、椎骨が普通より2、3個多いと言って1819年当時に叩かれたんですよ。ところがですね、2004年にフランスのお医者さん3人がですね、この絵を検証するっていう論文を発表したんですよ。そしたら椎骨 2,3 個分どころか5個分多い。まずその骨盤の長さも異常だと。あとね、このカーブで背骨を曲げることは人間には不可能だと。あと右手と左手の長さが違うとか、あとね、骨盤とこの背骨の位置ももう骨折れるんだってなんでこんなそんなことになったと和田さんは思いますか。下手だからじゃないですよ。アングルはね、デッサンの鬼とまで言われた人なんですよ。これ泉っていう作品なんですけど、いや普通に描こうと思えば描けるんですよ、うん、そセザンヌと違うんですよこれはやっぱりあえてなんですよ。この作品どういう作品かっていうと、これは1814年にアングルがイタリアにいた時、ナポリ王妃のカロリーヌ・ミュラっていう人がいるんだけど、はい、この人がナポレオンの妹なんだよ。その人に頼まれて描いた絵なんですよ、うん、なんだけど1814年ってナポレオンが失脚した年なんだよ、うんうん、だからこれ結局引き取ってもらえなくなっちゃって、それで1819年にサロンに出したんだけど、もともとどうしてそのカロリーヌ・ミュラがこれを頼んだかっていうと、この前にもうそこのうちには同じアングルが描いたそのナポリの眠る女と呼ばれる作品があったんだよ、うん、それの対としてお願いしますっていう注文だったのね。でそのナポリの眠る女の現物は、まあ、そういうわけでなくなっちゃったんだけど、後からアングルがあのそれとほぼ同じ絵を描いてるんですよ。それがこれ、奴隷がいるオダリスクっていうこの作品なのね。この裸はどうですか。なんか変なとこない。おへそそこに来るか。おへそ多分この辺に来ると思うんだよ。じゃあこれとこれでね、共通する変なとこってないですかっていう、まあ、このひねり方が変だっていうのが一つなんだけど、もう一個さ共通して変なのがあるんだよね。線が入る。そうなんだよ、うん、むちゃくちゃシワが入るはずなんだよ。シワないんだよ。これも、まあ、一応ここにちょっと申し上げ程度であるんだけど、本当はこの辺にむちゃくちゃシワが入るはずなんだよ。つまりこの両方に共通するのは、あるべき場所にシワがないんだよ。あるべき場所どころかほぼシワがないんだよ。同じ頃に描いたもう一つの作品がこれなんですよね。一般にはバルパンソンの浴女っていう名前で知られてるんだ。バルパンソンって人が持ってたんだよ。これとこれに共通する変な点って何？骨盤長いともう一個変な点があるんだよ。割れ目？お尻の割れ目ができるだろう、うん、これ割れ目こんなちょっとしかないの。でこっちに至ってはもう隠しちゃってるのこれで、うん、この辺からもう割れ目来るはずなんだよ、うん、シワがない、割れ目がない、うん、こだわりの一つはとにかくシワが嫌い、2番目に割れ目が嫌い、つまりこの人は滑らかな肌が好きなんですよ、うん、もう滑らかな肌を邪魔するものは描きたくないんですよシワも割れ目もないこの面積をでかくすることに命かけてんですよこの人は。全体より細部を大事にする人なんだよ。で形より質感を大事にする人なんだよ。だからアングルはデッサンの人、デッサンの人って言われてるんだけど、実は全体を捉えるデッサンより細部のこれをどれだけ滑らかに描くかとか、そういうことにこだわった人だと思うんですよ。アングルっていうのはどういう人かっていうとね、1780年ですよ、南フランスのモントーバンってところで生まれて、お父さんも画家で、で、まあ、ちっちゃい頃から絵のうまい神童だったんですよ、うん、だけど1780年に生まれたでしょ。89年に何があったっけ。フランス
大革命。大革命です。よかった。それでね、もう学校とかがぐちゃぐちゃになっちゃって、小学校出られなかったんだよね。で、その代わり、トゥールーズっていうところの美術アカデミーに入って、めきめき頭角を現して、そこでもう一等になっちゃって、でもうまあ、あれだからパリに行けって言われて、それで、17歳でパリに出て、その当時一番偉い画家、ジャック・ルイ・ダビッド、うん、その人の弟子になる。ちなみにこのジャック・ルイ・ダビッドが描いたナポレオンの絵が和田さんが大好きな馬に乗ってる絵だよ。で19歳で国立美術学校に入って、1801年にローマ賞を取ってローマに留学ってなるんだけど、そのフランスほら革命とかでぐっちゃぐっちゃになって財政なんでさ、今留学費用が出ませんみたいなことになってちょっと待たされるんだよ。だけど待たされる間にもうサロンデビューしちゃって、ナポレオンが新しく占領した土地にね自分の肖像画を送ると、でその肖像画を描くための5人の画家を選ぶって、その5人の画家にも選ばれた。そのぐらいもう順風満帆な画家人生だったんですよ。それで1806年にやっとイタリア行けるよっていうことになったわけですよ。婚約もしてね、帰ってきたら結婚しましょうって言って、同じダビッドの弟子だった女性と婚約して、でイタリアに行くにあたっては渾身の作をねサロンに出して行こうって言って出していった渾身の作がこれなんですよ。王座に座るナポレオン、渾身の力作なんですよ。もうこの細部の細かさとか、この毛皮とかビロードとか金属とか宝石とかの質感とかすごいんですよ。フランス製の置き土産ぐらいの気合で描いていった作品なんです。アングルがイタリア行った直後にこれが発表になるわけです。サロンでボロカスに叩かれるんですよ。でびっくりするんですよ、アングルそうですよね、俺がいなくなったら途端にそれかっていう。でその叩かれた理由が、はい、ディテールと質感にばっかりこだわってて、はい、生き生きしてないと、古いと。だからね、アングルはね絵画の流れを400年もね後戻りさせてしまったと言って叩かれるんですよ。その批評はある意味正しいんだよね、うんうん、だけどアングルは切れて、もう俺はフランス帰らないって言って、で婚約も解消しちゃって、でそのままもう18年イタリアにいるんですよ。それでイタリアからその本国にこれでどうだこれでどうだって本国に送るんだけど、みんな背中長いよとかさ、尻割れ目ないじゃんとかさ、プロポーション変だよとかって叩かれる、認められるまで帰らないって言ってずっとイタリアにいたっていう人なんですよね。だから分かってるんですよ。さっきも言ったように別に書こうと思えば書けるんですよ、うん、なんだけど譲らないんだよこの人、分かってるよ、だってわざとやってんだもんみたいなそこがすごいんですよね。だからこうやって見るとアングルって実はルネサンスよりもマニエリズムの人なんじゃないかと思うわけ。マニュっていうのは手のことなんで、マニエラっていうのがその手の技術のことなんだよ、技法のことなんだよ。だからその技法主義だよね、マニエリズムっていうのはね、巨匠たちのマニエラを真似してそれをどん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 極端にしてって変になっちゃった16世紀半ば以降の絵のことをマニエリズムっていうわけだよ。で例えば代表的な画家イタリアで言うとパルミジャニーノっていう人がいるんだよね。このプロポーション変だろ、マリア様のプロポーションも変だし、イエス様にだってもうこれ死んじゃってるみたいな。だからこのマニエリズムって一時はすごく叩かれたんですよ、このルネサンス芸術がダメになっているっていう。だけど20世紀になってくると、いや逆に20世紀ほら逆にの時代だから、はい、逆になんか不思議な感じあって、はい、よくねえが出てきて、まあ、評価されるようになるんだけど、はい、まあ、アングルの時代はダメって言われてたんだよ。マニエリスの特徴はこういう体のありえない変形で、もう一個がそのレオナルド・ラファエロ的なスフマートを極端にしたもう滑らかすぎる肌、これはブロンズイーノっていうやっぱりマニエリズムの画家の作品なんだけど、これが結局アングルは好きなんだよ。だからルネサンスじゃなくてこの人非常にマニエリズム的な傾向の強い画家なんだよ。それはもう最初からなんだよ、あのナポレオンの絵で叩かれた時からその傾向がある画家なんだよ。1824年に
まあさすがに戦えてばっかりで辛いと思ったのが、ものすごいラファエロにそっくりなルイ13世の誓願っていう作品を送って、それで初めて評価されるんだよ、国で。18年イタリアに行ってからそれで帰ってくるんだけど、帰ってきた時にお師匠さんのダビッドは、でナポレオンが失脚しちゃったからダビッドもフランスにいられなくなってベルギーに亡命して、そこで亡くなっちゃってたんだよ。で新しくこうドラクロワみたいなロマン主義とか出てきてね、ちょっと固定主義頑張らにはいかんということで、あの人に頼るしかないよみたいなことで、もう急に帰ってきたら急に偉くなるの。もうバリバリ美術アカデミーの重鎮として活躍していくんですよ。でこの人のすごいのは、その後復讐するんだよね。だから例えばこれすごい叩かれたじゃんかつて、はい、同じやつをまたグリダイユって言って白黒で書いて発表したり、それからさっきのナポリで書いて亡くなっちゃってたこの作品も、その偉くなってから書き直してどうやっ て, 言って出すわけですよ。それでこれもすごい叩かれましたよね、うん、もう最晩年になってからこの作品でまた懲りもせず、この間にこれもうえらい時間経ってんだよ。55年経っても同じことや、ね、だから今までこう否定された自分の作品を偉くなってからまた出してきて、どうやって文句言えるもんだったら言ってみろってやるんですよこの人。だからもうあんだけ叩かれたこれをグランドオダリスクも、もう誰も文句言えなくなっちゃって名画っていうことになっちゃったわけですよ。すごくないですか。これ教訓はありますよね。まずその人間一度ケチつくと取り返すのにものすごい時間かかるっていうことだよね。絵画界の神道と呼ばれてたアングルが一回これでケチついちゃうと、その後何を送ってもその乱れ方しちゃうから、人間一度ケチつくとさ、回復するのは時間がかかるっていうのあるじゃない。生地イタリア行っちゃって帰ってこなかったもんだから、もうフランス本国に残ってる奴らに言われたい放題なわけだよ。それから逆にもう一旦それで地位を得て、国内で地位を得てからはもうどの札出しても通っちゃうっていうね、評価は地位についてくるっていうさ、教訓もあるじゃない。だからその得られなるまではぶれずに頑張れっていうこともアングルが教えてくれるということですね。美術界のラスボスでさ、新しい動きを潰してばっかりいた悪い人みたいに言われるけど、この人はこの人なりに結構苦労してるんですよ。こんな大概の絵だけど、もうこれを押し通しちゃえるまでになったアングルの人生っていうのをね、学んでみてください。以上です。面白かったら高評価をポチッと、ついでにチャンネル登録していってね。